飛べの夏休みからハワイ独占密着。新たな決意からアビーマ特別放送。アビーマが送る飛べメンバーのハワイ旅行密着映像。それが飛べの夏休みからハワイ独占密着。新たな決意から12月24日日夜9時半より全4回にわたり三宅県北山博光。 ナンバー・アイ・イムップラの冒険が独占放送されることが明らかになった。この記事では番組の見どころや制作の裏側に迫りつつ、トベメンバーのハワイでの素顔と新たな一面に焦点を当てる。トベメンバーの新たな一面今回の映像はもともと放送予定になかったもので、トベメンバーがハワイ旅行に行った際に撮影された貴重な映像となっている。 自撮りカメラで捉えられたプライベート感溢れるシーンや番組映像で初公開となる全メンバー食事会での会話からはメンバーたちの意外な関係性やプライベートな一面が垣間見えるとのことだ。特に注目すべきは後輩に行をやって盛り上げる三宅健と平野紫耀の姿だ。 制作陣によれば、三宅健と平野志耀が後輩たちに気を使いながらトークを展開する様子が見られ、これまでにない新鮮な一面を披露しているという。飛べメンバーの人間関係やコミュニケーションの様子がファンにとっての見どころとなりそうだ。 ハワイならではのアクティビティと楽しみ飛べメンバーはハワイでペアに分かれ、サーフィンやバナナボートなどのアクティビティに挑戦する姿が映像に収められている。また、買い物やフラダンスの練習、ウクレレ演奏など、ハワイならではの楽しみも満載だ。視聴者はメンバーたちのハワイ滞在を通して、普段は見られない一面や彼らの趣味特技に迫ることができそうだ。 最後の夜には海辺でのバーベキューが開催され、メンバーたちはそれぞれの今後への思いを語るという、一体どのような会話が繰り広げられるのか、そして飛べメンバーが夜のハワイでどんな気持ちになるのか、ファンは楽しみにしていることだろう。高橋博樹プロデューサーのコメント制作を手掛けた高橋博樹プロデューサーは、今回の映像について、 放送予定がなかったため完全に油断している映像満載で、イケメンが油断していい眠りしているだけで、こんなに映像が持つのかと思いました、とコメント。さらに、おそらく日本一豪華な社員旅行、飛べの季節外れの夏休み、と冗談交じりに語り飛べメンバーたちの新たな一面や交流の模様を期待させるコメントとなっている。また、映像には、 グループ同士のギクシャクや後輩に息を使いまくって話を盛り上げようとする三宅さん平野さんもなんか会社員みたいで新鮮ですとの視点も示し、戸部メンバーたちの普段見せない姿や努力にスポットを当てている。最後に新たな道を歩み出したメンバーたちの初めの一歩をご覧くださいと述べ、戸部メンバーの今後に期待を寄せていることを示唆している。結論。 トベの夏休みからハワイ独占密着。新たな決意からは、トベメンバーのハワイ旅行を120時間にわたり密着した貴重な映像である。普段は見ることのできないメンバーたちの素顔や交流、努力が垣間見えることで、ファンにとっては非常に魅力的なコンテンツとなりそうだ。12月24日からの独占放送を楽しみに。 飛べメンバーの新たな一面に注目してみてはいかがだろうか